レオさんも見てらっしゃるかもしれないですけど、うん、最近カゼミロの攻撃能力が覚醒してます。何が変わった？明らかにサイドに振る意識が変わりましたね。もともと強いキック得意だと思うんですけど、うん、多分マドリー時代とかはもうある程度任せてたと思うんですよね、うん、モドリッチとかクロー自分がゲームメイクするより、まあ、彼らに任せた方がいいだろうみたいなプレーだった印象なんですけど、うん、ユナイテッド来てからはもう特にエリクセンがいない時期とかは、うん、もう自分がゲームメイクせざるを得ないみたいな状況になって、うん、でエリクセン帰ってきたぐらいからはもうすごいサイドチェンジ蹴るようになって、何がきっかけだったのか分かんないですけど、本当スコールズだなって思うサイドチェンジがちょこちょこあります。あ、これ聞きたかった、ユナイテッドお金ある説ない説どっちが本当なんですか？いや、ない説な気がしますけどね。あ、そうなんだ。はい、ないからデヘアで来季も行こうみたいな話結構、デヘアのでも年俸さ、デヘア、はい、売れないか、でも売れないし、まあ、デヘアも居心地いいっぽいんで、うん、で、ね、出てきたね、ナプルームいいな。でもあれこそまさにそうですけど、モロハの剣っていうか、うん、いるだろう出だしてると思うんで、あれがマジハマんない日はとことんハマんないんですよ、ね、いない日はいないんだ。いない日はいないです。いる日はいるんですけど、でラッシュフォードとかに怒ってて、いやいや、それは君の世界の中ではいたんだろうけどみたいな。でも俺そういう時ラッシュフォード悪いって結構思ってる。いや、まあまあ、いや、そこ感じれる人が大体あの CL で活躍するけどねって思う、はい、ラッシュフォードアンタッチャブルすぎて、ラッシュフォードそれ言ってもしょうがないじゃんみたいな。あ、そうだよ。あの、ユナイテッドのヒエラルキーだと、ラッシュフォードに言うのが良くないから、そこも含めると、サッカーは頭いいけど、人間としては頭良くないみたいなこと。たまにその辺の。あ、俺、あれ思っても、あの、この間、茂木健一郎さん荒れてたじゃん。ああ、はいはいはい。ジャニーズのやつ。こいつバカだなと思って。なんでかっていうと、脳みそとかその科学的なところで頭いいかもしれないけど、日本においてエンタメで、まあ、言っちゃえば人楽しませる、まあ、バラエティとかにも出る上で、ジャニーズに100ゼロで勝てない、あの議論で牙むくってバカすぎない、うん、そういうところでさ、うん、でね、あの歌もうまい下手みたいな言ってるけど、はいはいはい、それもさ、うん、エンターテインメントって高クオリティと別なのよ、うん、楽しいかどうかだから、うん、でそれで日本のエンタメはレベル上がんないみたいな、うん、いやいや、うまいのだけでいいんだったら全員オペラ聞くわっていう、うん、だしこんな YouTube 流行んないですよ。そう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 、だみたいなことだなと思った、うん、だ知性と品性の違いっていうか、うん、そうだから、そういう残念さみたいなのは、はい、ラッシュフォードを語る上で、普通のサッカーの戦術の文脈的なところで言うと、うん、まあ、ラッシュフォードが間違ってる時はたくさんあるんだけど、うん、ただ、まあ、ユナイテッドって状況と、あの、ラッシュフォードのキャラクターとか、はい、あと、オンザボールのクオリティで言うと、うん、まあ、そこを理解した上でバランス取りながら喋るもんなんだろうなと思って。それと全く同じことが、ちょっとファンデベイクに言えるっていうか、まさにその、ファンデベイクが、その、スルーパス出して、まあ、プレーの選択的には間違いなくファンデベイクが正しいんですけど、うん、ラッシュフォードが気づけてなくて、うん、ラッシュフォードがファンデベイクに無事切れてるみたいな。ラッシュフォードがファンデベイクに切れてるんだ。そう。それはちょっとまあ、引くけど、でも、まあ、ユナイテッドだから許せる。そう、なんか、なんだろうな。で、結構ファンデベイクは、えみたいな顔してて、うん、いや、なんか、そろそろ結構長いんだし、気づかないかな、みたいな。もう、しょうがないじゃん、ラッシュフォードなんだからっていうのを、うん、そこに合わせてあげないと。で、やっぱ前も話したかもしれないですけど、やっぱ風見ろはその辺うまいっていうか。そう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 。ちゃんとラッシュフォードのことワールドクラスの選手だみたいな褒めたりしてるんで。いや、だからさ、やっぱ、はい、これ解釈ちょっと俺ふわふわしてるから、ちゃんと調べてないから、はい、同じの見てて違ったら教えてほしいんだけど、はい、リレーショナルプレーって聞いた？俺勝手にちゃんと記事そんな読んでないんだけど、あ、これ多分リレーションシップみたいな関係性みたいな。はいはい、で、これってわざわざ言葉にする必要ないの。なんでかっていうと、サッカーってそれでできてるから。そうですね。なんだけど、ポジショナルプレーが、この、世間に浸透しすぎてというか、うんうんうん、そのポジショナルプレー戦術的かっこいいっていうのになりすぎてて、うんうんうん、みんな配置とか、うん、言っちゃえばちょっとゲームとかそのボード上のサッカーのことばっか喋りすぎて、うん、いやそもそも仲いいやつ同士じゃないといいプレーできないよ、うん、みたいなことで言うと、そのリレーショナルの方で言うと、風見ろってブスケツがポジショナルプレーのゴンゲなら、うん、風見ろはリレーショナルプレーのゴンゲなの。いや間違いないですよ、ちゃんと合わせれますからね、うん、だからまあ言ったらブラジル代表でもそうだし、ユナイテッドもレアルマドリードうまいことやりますよね、うん、やっぱ人間的その関係性の部分、まあ、そうめちゃくちゃ大事よ。だって人間さ、仕事できるやつよりも、うん、あの楽しいやつと一緒にいたいんだから、うん、こいつできるけど、うん、なんか嫌だなってやつと一緒にいたくないから、うん、カゼミロはそれで言うと、うん、ロナウドの膝にスパイクで足を蹴るぐらい、うん、いいやつなんで、うん、あんま気にしないんでしょうね。なんかプライドとかがいい意味であんまりないっていうか、うん、まあ、それが必要ならやればいいじゃんぐらいしか思ってないのか。カゼミロインタビューとか見ててもさ、はい、その辺政治家として優秀だなって時俺めっちゃ感じるけどな。無邪気パターンじゃなくて政治家パターンなの。だからそれを、なんていうの、計算でやれないことを人は天才とか才能とか言うよね。そういうやついるじゃん。なんかみんなそいつのこと好きだなみたいな。まあだからそこをね、伸ばすかどうかも本人のあれだからな、意思だからな。
と察する力ね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオゾフトボでした。バイバイ。